粉もん道場ぶっかけうどん編第1弾なんですが、今日の、師匠と弟子師弟をご紹介します。さあいらしてください。こんにちは。こんにちは。もう大阪のあのさぬきうどん、本場香川のねさぬきうどんを、進化させて、大阪さぬきうどんというカテゴリーを確立されました、たけちゃんこと、釜たけうどん店主木田たけしさんです。よろしくお願いします。そしてたけちゃんの一番弟子である情熱うどん三州の店主久保達也さんです。よろしくお願いします。もうあのたけちゃんといえばね、もう関西のうどん界、ね、お普通の方でも知らない人いないぐらい、もう本当ね、はい、常にいろんなことを、ね、発信して、弟子もいっぱいいて、もう弟子までいてめちゃくちゃ人気者なんですが、まあ、そういう師匠を見て、はい、どうですか久保ちゃん的には。僕は本当に師匠にお世話になってよかったなと思ってますし、はい、でまあ、僕のまた弟子とかもいて、どん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 釜たけのグループが広がっていくのが僕は楽しくて、はいはい、本当にありがたいなと思ってます。そうなんですね、はい、まあ、でも今弟子の方が有名ですから、まあ、そうやってね、はい、こう常に切磋琢磨してね、こう盛り上げていく、もう本当ね、2人のおかげで関西のうどん会めっちゃ楽しくなってると思います、はい、今日はね、本当そういうお二人にめっちゃいいメニューを提案してもらいたいんで、よろしくお願いいたします。お願いします。おいしいぶっかけうどんの極意といってもそんなに難しいことじゃなくって、おいしいうどんにおいしいだしをかけてそれで食べる、もちろんそれでもおいしいんですが、そこにまたおいしいものを乗せる、例えば天ぷらだったり何かをおいしいものを乗せて、そしておいしいものが溶け出してよりおいしくなった味がおいしいうどんっていうのがぶっかけうどんの極意じゃないかなと思います。ということで、この暑い夏にですね、簡単に家庭で作れる冷たいぶっかけうどんを久保さん今から作っていただきましょう。はい、頑張ります、はい、